らいの実力があったと私も思っていますし、先生もそういう感想を述べておられました。これからちょっとですね、先生の方からまたちょっとコメントいただいて、その後 お楽しみの表彰式に進みますので、一つよろしくお願いします。楽しく審査させていただきました。上位5名ぐらいはですね、今日審査員が私じゃ関さんじゃなければ誰が優勝してもおかしくないと思います。で、よく言われることですけども、歌はどうすれば上手くなりますかと今日も聞かれたんですけども、やっぱりいい先生、歌の上手い先生で歌を教えるのがまた上手い先生につくのが一番いいと思います。で、あとはですね、私は思うんですけど、皆さんプロじゃないんですね、別にこれほど上手く なくてもいいと思うんですよ。プロの方が困ると思いますし、だからあとはもうですね、やはりまた来年もここでみんな集まってですね、歌を歌ってまた聞いてですね、人生のいい思い出をたくさん作れればいいんじゃないでしょうか。
¡Gracias!
がつらら遊びは切なくて羊の酒を胸に抱き一人ほろほろ流し込むこのぬくもりはあなたのあなたの口づけに似てI'm not afraid.